皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。この動画はテストに出やすい問題を予想し、その答え方について説明していく動画です。今回は中学2年生の理科、電流電圧抵抗についてです。図のように抵抗器 ABC を使って回路を作り、電源の電圧を 18V にして電流を流した。この時抵抗器 A に 3A の電流が流れた。公文書に書かれていたら、この回路図の中に分かっている数字を書き込んでおきましょう。電源の電圧 18V でしたから、電源のところ 18V と書いておきます。それから抵抗器 A に 3A の電流が流れているので、 A のところ、ここに 3A と書いておきました。さて、この問題を解くときにはオームの法則を使って計算したね、前回やりましたね。その時こんな図を使いましたよね。覚えてますか？もう一度ここで確認しておきましょう。この図、上の部分には V、電圧です。そして下の2つの部分には I、 これは電流、そしてもう一つ R、 抵抗ですね。でその横に電流の単位のアンペア、抵抗の単位のオームを書いておくと、どういう計算すればいいかすぐ分かるんでした。例えば電圧を求めたいとき、電圧を隠すと I と R が残っていますよね。横に並んでいるのは掛け算でしたから、単位を見るとアンペアかけるオーム、こういう計算をすればいいと分かります。また電流を求めたかったら、電流の部分を隠すと V とR が残っていますよね。上下の関係は割り算でした。上割る下でしたから、ボルト割るオーム、こう計算すればいい。同じく抵抗を求めたかったら R を隠すと、そうすると V と I が残っています。上下ですから割り算で、ボルト割るアンペアの計算をすれば求められるとね。この図を使えば簡単にどういう計算をすればいいかが分かるんでしたね。これ使えるようにしましょう。さて問題に入ります。1番です。A に加わる電圧は何ボルトかと。A のところ、抵抗の大きさ4オームです。3アンペアの電流が流れています。電圧を求めるので、V を隠すと I と R。横に並んでいるので掛け算。アンペアとオームを掛け算する。アンペアは3アンペア、抵抗は4オームなので、3×4 を計算すればいいんですね。で、12ですから、ここにかかる電圧は 12V と、このように計算することができます。2番です。抵抗器 B と C を1つの抵抗器 X とすると、この X に加わる電圧は何 V かと。この文章ちょっと分かりやすいんですけれど、この B と C の並列になっている部分を1つの抵抗に置き換えようと、 X という抵抗に置き換えようということです。つまりこんな風になるんですね。ここに A の抵抗がありますよね。そして B と C、 ここの部分を一つの抵抗に変えようよと、これ X という抵抗に変えようと、こういうことです。そうするとこの回路、直列回路になりますよね。直列回路は双方のこの2つの電圧足し算したら、これ電源の電圧になるということです。ですから電源の電圧は 18V、 こちらが 12V ですから、 18-12 をすれば X に加わる電圧が分かります。 18-12 で6になるので、ここは 6V と、こうなりました。つまりここの部分は 6V の電圧がかかっているということです。並列ですから、 B の抵抗にも 6V、 C の抵抗にも 6V かかっているということになります。3番、抵抗器 X の抵抗は何オームかと。これやり方2つあります。今ここ1つの抵抗器に置き換えましたよね。この時 A のところ 3A 流れているので、ここでも 3A 流れているということです。そしてここの電圧はこれ 6V だったので、6V なので
抵抗を求めるとき、ここを隠すと V と I、ボルト割るアンペアをやればいいということで、6ボルトを3アンペアで割ると、6割る3イコール2と、で2オームって分かるんですけれど、もう一つね、電圧や電流が分からなくても計算する方法がありました。ここでももう一回紹介しておくと、逆数を使う、ね、方法でした。これ全体の抵抗 X オームとすると、逆数を使って X 分の1はこの B の抵抗の逆数と C の抵抗の逆数を足した値になると、 B は6ですから6分の1足す3分の1となって、これちょっと書けないんで、ここで書くと、これ2分の1と、これ X 分の1の逆数ですから、元に戻すと1分の2で2オームになりますよね。よろしいですか。ですからこの X の部分は2オームということです。ここは2オームなんですね。そして A は4オームでした。つまりこの部分を一つの抵抗と置き換えると2オームの抵抗で直列につながっているということです。4番いきます。回路全体の抵抗は何オームかと、これ直列につながっていると、 X と置いた時には直列につながっていますよね。ですから直列の場合はそれぞれの抵抗の和、つまり足し算の答え、それが全体の抵抗になりました。ここでは X が2オーム、A が4オームですから、4足す2を計算して6ですから6オームと、このようになります。5番です。抵抗器 B と C を流れる電流の大きさをそれぞれ求めようと、ここでは B も C も先ほど分かった通り6ボルト、ね、ここ6ボルトの電圧がそれぞれかかっているんですよね。そして抵抗の大きさが分かっています。電流を求めるときにはこれ電流を隠すと V と R が残ります。上下の関係ですから上割る下、ボルト割るオームということです。 B のところは6ボルトで6オームですから、6ボルト割る6オーム、6割る6で1ということで、 B のところを流れる電流は1アンペアということになります。 C のところ同じく6ボルトで3オームですね。6ボルトで3オーム、ボルト割るオーム、6割る3計算しますと、で2アンペアと、このようになります。今回は電流電圧抵抗についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。